玉川開催3日目の終盤カード、続いて新面には予選の特選11レースのメンバーがピッターとしています。枠なりの待機行動で始まりました。メンバーは1番が中谷智子、2番坂野さくら、3番平山千佳、4番渡辺千草、5番松田真美、6番黒沢めぐみ、以上の6名による競争です。バックストレッチの6選手、最内には1番の中谷智子です。一つ勝って明日の予選最終日につなげていきたいこの中谷です。そして2号艇の坂野さくらが候補を控えていまして、さらに奥の方には3号艇の平山千佳です。平山は前半カードはまくれないと判断するなり、機敏に切り込んでと腕を見せての連絡みがありました。残りの3艇引っ張っています。4コースには4号艇の渡辺千草、今日は1走目まくり差しに行って2着の活躍がありました。5コース5号艇松田で、サイアウト6コースには6号艇黒沢です。黒沢は先ほど差しに行っての競争2連対キープ中です。11レース特選競争、並び打ちから1番2番3番ダッシュが4番5番6番です。1レースのスタート、覗くのは内の方では3番平山、外では6番の黒沢です。3番の平山のまくり、1番中田に抵抗、空いている4番渡辺千草に5番の松田がやってくるが、2番の坂野もちょこんと内をついてバックストレッチ。3番平山は現在後方です。スタートは正常、さてトップ争いは2番坂野と1番中田の間挟まれますが、4番渡辺千草がずいと、さあこれからトップ争いは第2端幕、2番坂野が先に行く、後ろ回して4番渡辺千草、外を行くのは1番中田谷智子、ホーム側2番の坂野が先頭でまず折り返してまいりました。その2番坂野のリードは3ペーシングほど、この後ろ競り合っています。4番渡辺千草と1番の中谷です。1番中谷が全速ターンで4番渡辺千草を振りほどきにかかりますが、ここは抜け出すには至らず、4番渡辺千草の方が前方へ立っていきました。そしてこの時2番の坂野、リードはあまり広げておりませんで、現在は3ペーシング前後のそのリード、2番坂野が先頭です。そして4番の渡辺千草に打ち伺って1番の中谷ですが、ここは入れず、そして4番の渡辺千草依然トップを追いかけておりますが、ちょっと坂野のしぶきに反応あったんでしょうか、リードを許す結果となっていまして、最終周回へと移っていきました。さあラスト1周で第1ターンマーク、先頭は2番の坂野、追って4番の渡辺千草、あとは1番中谷に、後方から3番平山が立て直してまいりました。バックストレッチ、最終周回のバック側は1番中谷に3番平山が接近していきまして、いよいよラストコーナーです。さあ先頭は2番の坂野、玉川初勝利となっていきそうで、追って4番の渡辺千草、あとは1番の中谷に、3番平山、最後は差し込んでいきまして、中谷脇が開く、平山が入ってくる、3番手接戦です。先頭2番の坂野ゴールイン、4番渡辺千草ゴールイン、そして1番の中谷ゴールインです。後方で3番5番6番とゴールインしました。以上第11レース予選特選でした。